ちょっとわざとでしょ今。これはすごいな。もう経年劣化でプカプカになっちゃってますよ。レスキュー。完全にこれさ、一人でさトレーニングしてるよねこれね。みんなが片付け作業をしてる最中、一人筋トレと思いきや立つことも座ることもできないぎっくり腰の澤田くん、残念です。これ向こうに入るかな。まさかの。いやすごいよね。みんなで出しちゃいましょう。みんなで出しちゃいましょう。これはもうこうね。これを。よろしくお願いします。ここまで下ろしちゃいましょう。いや、一回じゃ無理だよ。一回でもこれピストンで何度かやらないと。さすがのデリカさんもお腹いっぱいになっちゃってます。あ、下田さんと乗れますか。うん。じゃあそこに。そうね。行くよ。乗りましょう。あ、カメラも。俺もそうっすね。そうね。マットも全部運べる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。手数工の人の邪魔にならないようにマットを端に寄せる。よいしょ。今マットを引くんだけど、これがこれが合ってるんだよね、こいつが。こっちの壁とかには合わせないって言われてるよ。だからちょっと、どこから始めるかっていうね。そうですね、起点です。一枚目を決めればみんなこうジョイントしていけるってことだもんね。向こうまで、向こうまで。そう、ここは、あれが来るから。ハンバーガーで。焼き鳥っぽい。
多分、まあ、日本のジムでは多分初なんじゃないかな。充実の帯でサンドバッグを吊るすというシステムを開発しました。ただ耐久性は未知数、1ヶ月後とかに普通に落ちてくる可能性あるので、ちょっとでもこれ意外に良さそうなんで、しばらくこれでやってみます。さあ、いよいよ明日オープンとなりました。なんとかサンドバッグも設置してマットも、まあ、取り急ぎ代用品ですけども、こういう風にね引くことができました。まあこのね壁の衝撃吸収のマットもちょっとかっこ悪いけど、まず練習できる環境っていうのはできたと思います。いよいよ明日プレオープン、なります。まあ、グランドオープンはねしっかりこの辺の正式なマットが入ってからやろうと思います。ちょっとまあ明日どのくらい人が来るかとかもね、不安と期待が入り混じってますけども、非常に楽しみです。